私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也のジャニのチャンネル、発信力でイケメンは OU がどん底に？ YouTube のイケメンビジネスも、やはりジャニーズ事務所が制覇してしまうことになりそうだ。8月24日に発売される女性誌、アナンの表紙を飾ることが発表され、そのビジュアルの完成度で改めて一般人のコムドットとの差を見せつけている、ジャニのチャンネル、メンバー。そんな中、やはり大きな打撃を受けそうなのが、イケメン YOU 集団として有名なコムドットだ。コムドットとジャニのチャンネルの企画は似ているものもありますし、ファンの食い合いに発展しています。また、コムドットはコンビニで騒音トラブルを起こしたり、未成年時の飲酒喫煙などトラブルが報じられたりと印象も悪くなっていました。そんなところにファッション誌、ヴォーグガールジャパンが企画したシャネルの香水とのコラボで大炎上することに。高級ブランドであるシャネルのイメージに合わないと、ブランドのファンが SNS で一斉に今後の購入をやめるなどと表明し出したのです。クライアントも、コムドットと組むなら、ジャニのチャンネルと組みたいと動き始めています。さらに、コムドットの過去の発言が、ジャニーズファンを怒らせる事態にも発展している。コムドットが過去にスマップを追い嵐のような国民的人気を目指していると発言したインタビューが、悪意ある形で切り取られ拡散しているんです。これを受けて、スマップや他のジャニーズグループのファンも、ジャニのチャンネルに協力しようという動きが出始めています。これまでは、YouTube でイケメンビジネスといえば、コムドットでしたが、その人気が急落する恐れがあります。その甲斐あってか、8月現在では、チャンネル登録者数は339万人を突破。今年の24時間テレビ。のメインパーソナリティをジャニのチャンネルのメンバーが務めることもあり、年内には500万人に迫るのではないかと言われている。現在は各メンバーのファンが中心に登録していますが、24時間テレビに参加してコラボ企画などもすることで一般層にもチャンネルが認知されます。24時間にわたってテレビで宣伝されるようなものですから、他の YOU では真似できない芸当です。芸能人が YouTube へ進出したことで動画再生数が落ちている有名 YOU が多い中で、ジャニのチャンネルの躍進は最後のとどめを刺す形になりそうです。これまでは独自のコミュニティで再生数を稼いできた YOU たち。しかし、芸能人やテレビプロデューサーなどが参入してきたことで、状況は一変しているようだ。YOU は再生数に応じた広告の他に、商品を提供され宣伝するタイアップ企画で稼いでいました。しかし、ここ最近の流れでは、広告を出すクライアントから、YOU よりも芸能人を起用したいという要望が多くなっているようです。特に最近では YOU が不祥事を起こすことが多く、事務所が管理している芸能人が安全だと再認識されています。特に、ジャニのチャンネルをはじめ、ジャニーズ関連のチャンネルには常に問い合わせがあるようで、YOU たちは再生数と収益の激減に悩まされているようです。嵐の活動休止後も、休業中の大野智以外のメンバーは大活躍をしている。その中でも、俳優として様々な話題作に出演しているのが二宮和也だ。俳優以外にもバラエティ番組、さらにソロ歌手としてアルバム、〇〇と二宮と、を発売するなど、多方面で精力的な活動を展開している。さらに、YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、では、後輩たちを従えて、様々な企画に挑戦し、こちらも人気が。忙しい中でも二宮をはじめ各メンバーが参加して動画を制作しています。セクシーゾーンへの菊池風磨も、ヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介も仕事が忙しく、最近ではほとんどが深夜に動画撮影されているとか。編集作業も担当しているキャットタンへの中丸雄一もレギュラー番組などで多忙になり、メンバーは寝る時間を削って動画配信を行っているようです。丸、私のビデオを見てくれてありがとう。
最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。